ただいて、その興奮は冷めることなくそのままでお願いいたします。11回目を迎えているみなとみらいのこの大盆踊りも、今年はね、また曲目が多くなりまして、本当にたくさんの皆様に新しい踊りも踊っていただいておりますけどね、覚えていただいて、明日もありますから、明日も来て踊っちゃってください。ぜひぜひ。さあ、そしてね、会場内は、海の方に行っていただくと飲食ブースになっています。ビアガーデン、美味しいものもビールも楽しんでいただけますので、ぜひぜひそちらの方にもお越しいただいて、お手洗いは会場入った左の奥の方にあります。あと縁日コーナーもね、ちょっともう終わっちゃってるところもあるようなんですが、チケット制となっておりまして、チケットで縁日も楽しめます。ただね、チケットの払い戻しはいたしかねますので、ご了承いただければと思います。さあ、そして続いては浜っ子音頭なんですが、お手本はですね、アゲハ流、アゲハ美少先生とお弟子さん、そして浜っ子ヤグラスの皆さんのお手本で浜っ子音頭を皆さんに踊っていただきます。そしてこの浜っ子音頭の後はお子様の子供踊りの時間になりますので、お子様も今日もしかしたら最後になっちゃうかもしれない、この子供踊りの時間なんで楽しんでいただければと思います。浜のうさぎも夏バテを
バイバイ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。この桃鳥もね、だいぶインターナショナルな雰囲気になってまいりまして、ね、外国の方にもお越しいただいて本当にありがとうございます。さあ、そしてですね、この桃鳥、この最後になりますので、ぜひぜひ、今年最後じゃない、今日最後になります。めちゃくちゃだよ、今日最後になりますので、お子さんは集まって大きな輪を作って踊っていきましょう。みんな集まってきてください。盆踊りが大好きというメンバーが集まってくれて、お手本を見せてくれるので、